6日、政治資金規正法の改正案が衆議院を通過した。岸田総理が総副総裁、茂木幹事長の反対を押し切り公明党、日本維新の会に大幅情報した自民党案については、最新の JNN 世論調査で7割が評価しない結果だった。なぜ評価されないのか、国会での議論が国民感覚とはかけ離れていたことが世論調査から見て取れる。禁止すべき。 半数以上なのに全く触れられなかった企業・団体献金、パーティー券の購入者の公開基準について、現在の20万円超えから10万円超え自民党案にするか、5万円超え公明党案にするか、5万円超えにすることに猛反対する麻生氏、茂木氏だったが、最終的に岸田総理は公明党案に譲歩する方向に舵を切った。 そんな岸田総理がどうしても譲れなかったものが企業・団体献金の廃止と政治資金パーティーの禁止だったとされる結果、今回の自民党の修正案に企業・団体献金の見直しは全く盛り込まれなかった与党協議では議論の土台にすら上がっていない修正案に賛成した維新を含むほぼすべての野党が企業・団体献金の禁止を主張していたにもかかわらず 野党側は政策が歪められる懸念があるなどとして禁止を主張したが岸田総理は多くの出し手によるさまざまな収入を確保することが政策立案における中立、公正やバランスの確保において重要一部の企業からお金を受けることによって政策が歪められることはないと断言した果たしてこの総理の主張にどこまで説得力があるだろうか 今回の世論調査で企業・団体献金について聞いたところ、禁止すべきは54%で、認めるべき28%を大きく上回っている。自民党支持層に限れば、禁止すべき33%、認めるべき46%と逆転する。企業・団体献金についてはかねてより、金権腐敗の温床と問題視され、 30年前の細川森弘総理と自民、河野洋平総裁による平成の政治改革で、規制法の不足に政党向けの企業、団体献金の5年後の見直しが明記されたが、うやむやにされて今に至る。河野氏は23年末に衆議院が行ったオーラルヒストリー事業のインタビューでこう訴えた。